ニュースマグビです。坂口健太郎さんと破局したことが発覚した高畑充希さん、ケンタッキーフライドチキンの袋を持ち一人で歩く姿をキャッチしました。今年6月からケンタッキーフライドチキンの CM シリーズに出演中の高畑さん、坂口さんとはお互いに忙しいからと同じマンションで住んでいました。しかし春先には別れていたそうです。高畑さんの知人は、吹っ切れているんじゃないですか、男友達も多いですしねと話しています。かねてがんを公表していたキキキリンさん、義理の息子である本木雅弘さんによって一時危篤に陥っていたことが発表されました。全治6週間と説明されていますが、そう楽観視できる状況でもないそうです。関係者によると、肺に取り込める酸素の量が少ないため息苦しい状態が続き、酸素マスクをつけているとのこと。また食べ物を誤嚥しても吐き出す力がないので、流動食しか口にすることができず、寝たきりの状態で全身の筋肉も落ちているそうです。10月から完全リニューアルとなるニュースゼロ、キャスターを務める宇藤由美香アナとともに出演すると言われていた日本テレビの社員青山和弘氏の社内セクハラ疑惑が報じられました。青山氏は報道局政治部のエースでしたが、9月1日付で全く違う部署に移動。日テレ関係者によると、お酒が入って酩酊状態になった女性局員に無理やり肉体関係を迫ったのではないかと疑われていますとのこと。女性セブンが日本テレビに取材しましたが、締め切りまでに回答は得られませんでした。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。